ほーい。ちなつです。さきです。せーの、みかんサイダー参上。今日はですね、新大久保に来てます。あのですね、私みかんサイダーハウスに住む前は新大久保で一人暮らしをしてたんですよ。でバイトも新大久保 でそこの家によくあきちゃんが遊びに来てですね、新大久保はめちゃめちゃ二人でよく遊んでたんですよね。そうです。でそんな私たち的あの本当に個人的おすすめの店を今日は皆さんに紹介していきたいと思います。いっぱい食べるよ。イエ。はい、こちらのお店はですね、あの私のおすすめのお店なんですけど、カエサルカフェっていう。カエサルカフェです。ここはあの先輩とね、あのいつも練習した後に私一人で通ってたんですけど、ここすごいタピオカが美味しくて、私初めて食べます。おすすめです。やってみたい。タピオカもドリンクがすごい美味しいんですけど、パンケーキとかワッフルもすごいおしゃれでね、バイブたくさんあるんで、ぜひぜひぜひ食べてみてください。じゃあちょっとのいただきます。先輩何選んだんですか？これね、ティラミスタピオカ。え、美味しそう。美味しそう。私はあのバナナミルクティーのタピオカ選びました。やっぱうまいわ。美味しい。安定だ。タピオカがもちもちです。タピオカのもちもち感って大事ですよね、うん、あとこのクリームがめっちゃの美味しい。クリーミー。タピオカにめっちゃなんか味がついてる。うん、美味しいです。店内もね、K-POP アイドルのアイドルがいっぱい貼ってあるんで盛り上がりますね。ごちそうさまでした。めっちゃ甘くて美味しかったです。ごちそうさまでした。みんな来てみてね。飲んでみてね。はい、ということで、はい、私たちが一番おすすめしたいのは、はい、春川ダッカルビさんのニンニクチキンです。そうです。高校の時から私たちもずっと食べまくってます、うん、ずっと大好きです。めっちゃお腹空いてる時になんかちょうど通りかかって、でなんか美味しそうだなと思って頼んだら、もうバカ美味しくて、本当に世界で一番美味しいんじゃないかってぐらい美味しいんですよこれ。じゃあいただきます。久しぶりですこれ食べるの。マジやばい。せーの。これだわ。ニンニク効いてるわ。めっちゃニンニク効いてて、この汁も味が濃くて肉汁がじわーってなって、本当に美味しい。本当に美味しい。マジでうまい。本当に感動するので、これ本当におすすめです。マジで食べてほしい。塩こぶったらみんなに食べてほしい。春川ダッカルビさんのニンニクチキン、うん、はい、ということで、次これは、チーズトッポギなんですけど、新大久保のドン・キホーテがあるところの横にあるジョン・ノ・ホット・ピッサー5号店のチーズトッポギがおすすめです。はい、お、伸びます伸びます伸びてます。いただきます。うまい。うん、やっぱチーズがね、あった方がいいです。辛いけどうまい。あともっちもちです。本当に、うん、もうよそってすぐ入って私食えるからすぐできます。スピーディーです。めちゃくちゃぜひ食べてみてくださいね。はい、こちら私たちのおすすめ、はい、レインボーモッツァレラハットグです。はい、はい、こちらですね、普通のチーズハットグと違って、あの中がレインボーになってるんです。え、かわいい。めちゃめちゃ。じゃあちょっと乾杯します。乾杯。周りのポテトが美味しい。うん、うん、青だ。うん、うん、なんかごめんごめん。あってほら、めっちゃうまい。見てくださいよ、レインボーなんです。これはですね、周りのね、お芋がサクサクしてるし、あとほら、こんなレインボーが楽しめることないじゃないですか。うん、めっちゃ甘い。もうお腹いっぱいです。